それでは11月25日の3問に入る前にアドバイスさせていただきます。本日は理解していただきたい部分が多いです。理解学習こそ合格するための勉強法です。理解せずに単にテキストや過去問集の解説を丸暗記では毎日2時間1年以上勉強しても合格できません。1回でも宅建試験に落ちている方のほとんどが理解学習ができていないです。早めに勉強法を変えましょう。丸暗記という無駄な勉強は今日で終わりにして来年絶対合格しましょう。では本日の問題です。時効の問題ですね。自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと時効により消滅する丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。これ答えは×ですね。所有権は消滅時効にかかりません。例えば放っておきっぱなしの土地があって、まあ、これが消滅時効にかかるとすると所有権がなくなるということになりますよね。でそしたらその土地どうなるのっていう話になるんですよ。なので所有権は消滅時効にはかかりません。もしあなたが東京に住んでいて沖縄に土地を持っていたと、でその土地をずっと放っておいたとしても所有権について消滅時効にはかからないんですね。つまり放っておいても所有権が勝手に消滅するっていうことはありません。ただ勘違いしてほしくないのはここからなんですね。ここからの解説です。誰かが占有を始めて、つまり誰かがその土地を使ってしまって時効取得されてしまう、取られてしまうってことはあるんですね。でこれは取得時効の話なんですよ。今回の話は消滅時効の話なんですよね。問題文見ていただくと時効により消滅するって書いてあるので、これは消滅時効の話なんです。で今ここの正し書きのところについては取得時効の話なんですね。つまり誰かが占有してその人が時効取得するっていう話なんです。だから話は違うんですね。消滅時効と取得時効は話は別ですよ。消滅時効について考えると所有権が勝手に消滅することはないですよ。一方で取得時効の話について言うと、誰かがその土地を占有し始めて、まあ20年間ずっと占有したのであれば、それは取得時効によって取られてしまう可能性はありますよっていう話です。分けてちゃんと考えるってことを行いましょう。これは具体例で覚えていただくといいです。まあイメージですよね。ちなみに所有権を行使しないとはどういうことか分かりますでしょうか。本文で言うと土地を使わずに放っておくと、まあそういったイメージですね。まあ、難しい言葉も分かりやすい言葉に置き換えることができればイメージしやすいと思います。イメージ学習で短期間で実力をつけることができる、これが個別指導なんですね。予備校に通っても理解できない方、通信講座の動画では理解できない方、独学で調べても理解できない方はぜひ個別指導ご検討ください。理解すべき部分は理解の仕方まで解説いたします。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で問い2ですね。 A が借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして不特定多数のものに反復継続して売却する場合、 A は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。これは、×ですね。免許を受ける必要があります。A は宅地を不特定多数のものに反復継続して売却をしています。これは宅地建物取引業を行っているってことですよね。よって A は免許が必要です。今回の問題文にある借金の返済に充てるためという目的、これについては何の関係もないんですね。目的は関係なくて、宅建業を行っていれば目的に関係なく免許が必要なんですね。免許が必要かどうかの問題については、まあ、どんな引っ掛け問題が出たとしても解けるようにしましょう。そのためには解き方、これをですね、理解する必要があります。解き方を覚える必要があります。その解き方については個別指導でお伝えいたします。問い3ですね、建築基準法。建築基準法の規定が適用された際、現に建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路の境界線は現在の道路の境界線とみなされる、丸か×かという問題です。これ答え×なんですけど、これ非常に内容を理解しづらい内容なんですね。でこれ言葉にするとですね、本文は道路の境界線は現在の道路の境界線とみなされる、まあ、ここが誤りなんですよ。境界線はどこかというと、道路の中心線からの水平距離が2メートル、この部分の線が
道路の境界線とみなされるんですね。これセットバックって言うんですけども、これ文字にするとですね、すごくわかりづらいんですね。なので、別途、動画にいたしました。この問題の内容だけじゃなくて、関連ポイントも合わせて解説しております。まあ、このように関連ポイントも一緒に勉強する勉強法。まあ、これつなげる学習って言ってるんですけども、これも効率的な勉強の一つなので、ぜひですね、行っていきましょう。で、別途動画については、この動画の下の概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、今回お伝えをした解説は無料解説になります。宅建合格に必要な関連ポイント、理由付け、具体例、こういった理解学習については無料解説ではなくて個別指導で解説させていただきます。もしあなたが宅建合格を目指しているというのであれば、私はあなたと勉強がしたいです。個別指導がどういったものなのか、これについてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、勉強の仕方だったりとか勉強時間の作り方、これについてお悩みを抱えているというのであれば、お気軽に私に直接メールしていただければと思います。で、私のメールアドレスについては、この動画の下の概要欄に合わせて記載しておきますので、メールしていただければと思います。私に直接届きますので、ご安心いただければと思います。次の試験であなたに合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。